赤ちゃんポストは玄関を入ったすぐ隣の部屋になります。誰にも会わずに赤ちゃんを預けられるということです。このドア1枚隔てて相談員が常駐しておりますので、もしご相談いただける方であればぜひお声掛けくださいということでメッセージ掲示させていただいてます。公認心理師の坂本志麻さん、家庭での子育てが難しい子どもや親を支援する子ども SOS の家を運営しています。命を守りたいとの思いから今月10日当別町に赤ちゃんポストベイビーボックスを開設しました。どうしても匿名でなきゃダメ、どうしても児童相談所に頼れない、そういった方にはぜひご活用いただきたいです。預けられた子どもは警察や児童相談所と連携して保護することになります。まだ利用者はいませんが、匿名の相談が数件寄せられているということです。年齢はあえて制限はしておりません。できるだけ力になりたい、助けたいです。受付は24時間行っていて、坂本さんは匿名で構わないので相談してほしいと呼びかけています。